こんにちは。今日から始める安心男着物、着物楽安小玉です。えっ、ー、と今日はえっ、ー、と先日あの井外の先生からちょっとお願いされた着物で、えー、基本的に必ず下に袴を履くので、まあ、半着と言って、えー、ちょうど膝上ぐらいの丈のものなんですけど。 えっとちょっと実は袖の形状が変わってまして、まあ、以前に先代の方がそういうものを作ってこういわゆる稽古をつける時に着てたので使いやすいのでそういうものを作ってくれないかということで。 ご相談をいただきましてでそうしたものが出来上がってきましたので、まあ、せっかくだったらこういう作り方もあるということで、まあ、お客様にも見ていただこうと思って今日は動画を撮らさせていただいておりますでえっ、ー、と出来上がってきましたのがこちらなんですけど もうちょっとご覧いただくとお分かりいただけるかと思うんですけどちょっと一目瞭然違うのがちょっとこう広げてみますけど袖の部分ですね本来袖こう角袖であるところのここをこういうして三角形にカットしてあるんですねでまああの本番の時は使ったりしないんだけども 稽古をつける時に、まあ、動きやすいようにというので、まあ、こうした形で写ってますかねこう袖の部分が角袖ではなくてこう三角形のここの部分を立ち落とした、まあ、こういう形状なんですね。でえー、っと。 まあこちらちょっと今映ってるかと思うんですけど半、ね、先ほどお話したように半木といって袴、えー、<laughs> をつけますので、まあ、長くは必要がないので基本的に見丈として半分ので、えー、と必ずですね、えー、とお尻のところにこうベンツといって、まあ、足を開くので。 これがまあ普通にこう縫ってしまってるとこう足が開きづらいのでこういうベンツというものをこうした形で立ち上げてこうあのちょうどはあの足が開きやすいように開いてるような形状になります。まあこうした ちょっと私も、えーとまあ、今まで、ね、長年30年近く仕事させていただいてますけれども、まあ、こうしたお袖を作ることはちょっと初めてだったんですけど、えー、まあこちらの居合の先生が、えー、と先代が、えーとえー、弟子たちに稽古をつけるときにこうした形状の着物を使っていて非常にこう使いやすいのでこういうのを作ってくれないかというご相談が先日ちょっとありまして。 でえー、とじゃあ、えー、とやらせていただきましょうということで、まあ、今回こういうこういうことですね普通角袖であるべき袖がまが、あ、ここの部分がこう立ち落としになってると。でまああと一般の方とちょっと違うのは必ず刀を使いますので刀のこう持つとこっていうなんて言うんですかねこうつかというんですかねここが袖口に入ってしまって。 ことがあるのでそれがこうまあ変な話入ってこう動きがしにくくならないように通常男性ものっていうのは袖口こうなすんでつけるんですけど袖口の,あの空きが大きいというのが、まあ、居合の方の独特のこう形状でこれはまあ通常こうして袖を三角に落とすような形状じゃなくても必ず居合の方に使う着物の場合は 袖口を広くしているというそういう特徴があります。ということで今日は、えー、とこうしたちょっと特殊形状のものなんですけど着物ってやっぱりこう使う方によっていろいろこうね使いやすさっていうのが変わるのでいろいろな、まあ、昔の方というのは本当にこう工夫をされていて。 で、今回の場合もそうだったんですけど、まあ、今回の方も、えー、といわゆるこういう筒袖みたいなのとか船底とかいろいろやったんだけどやっぱり、えー、基本的にあまりこう袖が筒状では格好が悪いので。 っていうので、えー、こうした形がやっぱり一番いいんじゃないかということで、えー、と今回ご注文があったんで、まあ、なかなかこうした形状のものを作ることがないので、まあ、皆様にも一つ見ていただこうかというふうに思いまして、えー、今日は動画を撮らさせていただきました。ということで今日は、まあ、こうしたお袖が三角形のように、えー、こう角が切り取られた、まあ、こうした形状の 特殊な居合用のの着物を作りましたので皆様にもご覧いただきたいというふうに思いまして動画を撮らさせていただきました。ということで本日も以上ありがとうございました。